出入りの激しい列展開となり赤番を通過。ホンダ先頭、下げた尾形4番手、一方緑川7番手に置かれる展開。ホンダ哲也風を切ってジャンが入ります。逃げる9番のホンダ、6番の尾形は4番手をキープ。一方人気の緑川7番手に置かれる展開でいよいよ最終回に入ります。さあ逃げる千葉のホンダ哲也、2番手絶好の展開生かせるか荒木信也。4番手尾形、7番手緑川、まだ1列棒上バックストレッチ。さあまず4番手から6番の尾形がまくっていく。後方1番の緑川まくれるか。最終にセンターのカーブ、先頭は尾形、ホンダ先頭、1番の緑川苦しい、後方でもがき苦しんだ。逃げる9番のホンダ、荒木とのマッチレースとなりました。